あ、もう一人来ました。よろしくお願いします。あ、どうぞ。すいません。ぐだりすぎ？あ、じゃあ次の方。もしもーし。もしもし。あ、もしもし。まあ、もし。あなたさっきなんか、これが私の本心って言ったじゃないですか。その本心って、あなたが本心というだけであって、絶対的な真実になるんですか？ですね。絶対的な真実にはならないです。はい。はい、じゃあ、わかんないですね。絶対的な真実にわかんないですね。わ、はい、かんないですね。じゃあ、わかんないのに、それで終わりだって言ったんですか？うんうん、そのわからないことに対して。それで終わりとは僕は言ってないですよ。それで終わりとは僕は言ってないんですけど。終わりにさせた、終わりにさせた。僕、和道っていう名前なんですけれども。でもその話に、他の話題を出して、その土地屋が、それで他の話題に対して走って、それを最後なって言って、まあそれを最後にした。じゃあそこで、その話はもう終わったことになる。じゃあその話はもう終わりになっている。じゃあだから俺は終わりだと言っている。お名前なんて言うんですか？今その話関係あったか？バカなのかな、話終わったん、話終わったんですよね。終わってないんですけれども、俺がそこのその話に対して、ね、なんで終わりを出したかというと、その話が終わりとは言ってませんって言ったから、なぜその話が終わりを出したかという、終わりに対して話しただけだって、俺の話が終わりじゃないんだよ。お前バカなの？俺が話を終わりと言ったんじゃなくて、その話を終わりにさせた話をしているんだよ。そうなんですか。そうなんすかじゃないよ。そうなんすかってお前が認めんであれば、じゃあお前が言ったことを、な、俺がおかしかったと認めることになるか。いいか？いいか？それで。あなたが自分がおかしいって言うんだったら僕は否定はしないですよ。自分でおかしいんでしょ？はい。だからその、じゃあ否定しないのであれば、お前がおかしかったと俺が言った。じゃあそれに対して否定しないのであれば、お前がこの喧嘩の中でお前がおかしさを認めた。じゃあその喧嘩の中で俺が喧嘩で上がってきて、おかしいですね。お前こういうところがおかしいですね。はい、私は否定しません。で、認めました。で、その喧嘩の中で俺が喧嘩を打ったのに、その喧嘩で、ね、おかしさを認めてしまった。お前の負けになるか？そうだよね。頭いいね。はい、今その話じゃないんですけど、その話じゃないんですけど、意味がわかんない。そうだよね。じゃあお前の負けな？続けて。はい、続けてって何だ？俺は続けてないんじゃないかな。お前が続けてじゃなくて、お前がここで続けるんではなくて、お前が逆にこれに対して反論するか、俺は負けですと認めるべき。じゃあその2つのどっちかの2択ぐらいしかないんだよ。他に何があるの？とりあえず俺は今負けてる感じはないかな。ごめんね。じゃあわかった。じゃあその負けてる感じがないというのであれば、じゃあお前が否定に対して、ね、それは否定できないと言った。じゃあその否定できない、じゃあその上何がある？で、その上何で負けないの？俺何も否定してないよ、ごめん。なんか話否定したかな？はい。気が合うよ、だからお前が俺が言ったことに。気が合うよ。お前がおかしい、ね、こういうところがこうおかしいよと言った、そのおかしいことに対して、そのおかしいことに対して俺は否定できないなと言った。じゃあその否定できないことに対して、ね、もう否定できないのであれば、じゃあお前がその話に対して自分の死を認めていることではないのって。ごめん、もう一回最初からお願い。はい。俺頭が悪いからさ。じゃあなんでさっき言っちゃったんですか？もう一回頭からお願いします。はい。もう一回だけ。最初何だったっけ？もう一回聞かせて。なんで？最初の話ですか？俺が何で上がってきたかって。そうそう。だから、ね、お前がさっきの突者が何を言ったかわかるか？さっきの突然言ったお前がね、これは真実ですとお前が言った、その真実に対してね、お前が真実ですと言えばな、僕の私の本性真実ですと言ったら本当にそれが真実になるかという話で、それは真実じゃないとお前も認めている。じゃあでもな、そこでなんでその話を真実ですで終わらせられんのって、真実か真実じゃないかわからないのにその話が終わりになるかって、その話を持ち出したんだよ。それは相手が決めることじゃない？で、相手はそれで納得したのか？納得ではなかったな。いやいや、待てと言っていたが、お前がただ単に話をくすり替えたことだった。相手はその話で終わらそうとはしていなかった。でもお前が勝手に終わらそうとしてしまった。
違うよ。この放送のルールって、あの、リスナーさんが論破したかどうか決めるんだよ。どっちが勝つか、リスナーさんが決めたって。相手じゃないね、それって。リスナーと相手って違うんだよ。お前から知って相手はさっきの突撃者。でも、その相手というのがリスナーであれば、それは相手にならなくて、それはリスナーであって、相手っていうのって、自分が喧嘩をしている中の、ね、相手を示すことであって、その喧嘩突撃の中って。じゃあ、お前がその喧嘩突撃者の中の、はい。うん、だってさ、あの、ディベートってさ、普通観客が決めるのって世界的なルールだよ。観客を相手って言うの？相手ってな、どういう意味？じゃあ、観客が、じゃあ、相手って言ってないよ、俺。はい？じゃあ、俺の話よく聞いて。はい。あのね、観客が、ね、ジャッジメントを下すのはディベートの世界では普通だよって言ったの、世界的に。相手がどうとか言ってないよ。今言いました。お前が相手が決めることだよと言った。じゃあその相手が決める。言ってない。言いました。その真実に対して相手が決めることだよとお前は言いました。でもその相手が決めることというのであれば。それは真実じゃなくて、今あなたが言ってることっていうのは指摘は分かったけれども、それを判断するのは相手なんじゃないのって言ったの。それに対してあなたは無言を呈していて、俺はその後にルール説明をしたんですよ。その話を決めるもの、その真実に対して決めるものが相手なんじゃないの。うん、じゃあその相手はリスナーを示すことじゃなくて、その相手は誰を示すかというと、その今喧嘩をしているものを示すことだって、お前がそこでリスナーを示すことと言ってしまうのがおかしいよと俺は言っているんだ。リスナーを示すってどういうこと？だからお前がその相手っていうのがリスナーに対してイコール付けて、相手イコールリスナーにしたが、相手イコール喧嘩をしている相手になる。でもその相手がリスナーになるのがおかしいということだよ。俺はリスナーさんと喧嘩突やってないよ。だからお前が、だから相手、あくまで言ってるのはリスナーさんが判断を決めるんだよ。どっちが勝つかどっちが負けかを決めるのはリスナーさんっていうルールだよって言ったんだよ俺。はい、分かんない。もう一回言うね。まず戦ってる相手は、うん、はいって言ったから、戦ってる相手は今だとあなたなのね。でどっちが勝ったかを決めるのはリスナーさんだよって言ったのが分からないってこと？違う、お前がその相手に対してリスナーさんイコール相手で、リスナーさんが決める、相手が決めると言ったことに対して、相手が決める、でもリスナーさんが決める、うん、じゃあその決めるということに対して、うんうん、ね、相手が決めるんだから、リスナーが決めるのがおかしくなるよって。じゃあお前が相手が決めるというのであれば、ね、でもその後にリスナーが決めるを出た、じゃあその相手もリスナーが決める。俺相手が決めるって言ってないんだけどな。言いました。分かんないか。まあ言ってない。お前が、ね、相手が決めるって言ったのは、真実に対して話を終わらすところで、ね、どっちが決めるかって、もうその終わらす話をしている相手が決めるんだとお前は言っているからな。じゃあその言った中で、じゃあ君がルール決めていいよ。でもその相手が決めることというのであれば、それは真実じゃなくて、今あなたが言ってることっていうのは指摘は分かったけれども、それを判断するのは相手なんじゃないのって言ったの。それに対してあなたは無言を呈していて、俺はその後にルール説明をしたんですよ。その話を決めるもの、その真実に対して決めるものが相手なんじゃないの。じゃあその相手はリスナーを示すことじゃなくて、その相手は誰を示すかというと、その今喧嘩をしているものを示すことだって、お前がそこでリスナーを示すことと言ってしまうのがおかしいよと俺は言っているんだ。リスナーを示すってどういうこと？だからお前がその相手っていうのがリスナーに対してイコール付けて、相手イコールリスナーにしたが、相手イコール喧嘩をしている相手になる。でもその相手がリスナーになるのがおかしいということだよ。俺はリスナーさんと喧嘩突やってないよ。だから、お前が、だから、相手。あくまで言ってるのは、リスナーさんが判断を決めるんだよ。どっちが勝つか、どっちが負けかを決めるのはリスナーさんっていうルールだよって言ったんだよ、俺。はい？わかんない。もう一回言うね。戦ってる相手は、はいって言ったから、戦ってる相手は、今だとあなたなのね。で、どっちが勝ったかを決めるのはリスナーさんだよって言ったのがわからないってこと？違う。お前がその相手に対してリスナーさん
イコール相手でリスナーさんが決める、相手が決めると言ったことに対して相手が決める、でもリスナーさんが決める、うん、じゃあその決めるということに対して、うんうん、ね、相手が決めるんだったら、うんうん、リスナーが決めるのがおかしくなるよって、うん、じゃあお前が相手が決めるというのであれば、ね、でもその後にリスナーが決めるを出た、じゃあその相手もリスナーが決める、俺相手が決めるって言ってないんだけどな、言いましたわかんないか、まあまあ言ってない、お前が、ね、相手が決めるって言ったのは真実に対して話を終わらすところで、ね、うん、どっちが決めるかってもうその終わらす話をしている相手が決めるんだとお前は言っているからな、じゃあその言った中でじゃあさ、じゃあ君がルール決めていいよ、はい、君がルール決めていいよ、どういう風に今その話じゃないんですけれども、どんな話をしてるの、話から逃げんなよ、そうやって終わりの話に対して、その終わりの話に対して、ね、相手が決めるという、その終わりの話を相手が決めるとお前言った、うん、でもその中に相手に対して俺は言ってないんだけど、あのね、言っているんだ、じゃあ分かった、じゃあちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、一回整理しよう、俺が言ってること分かる人は和道、和道って書いて、で、突出の言ってること分かる人は突出者って書いて、あ、そうやってリスナーに頼っちゃうんですか、自分が冷静に頼るんじゃなくてボロ負けになったところでバカみたいだな、言ってる意味どっちが理解できるかちょっと、ワードまずまたしかもこの理解できるに対して、理解できるに対して話していれば、その理解できるからどうなのって、でその理解できるからこのリスナーが説明してくれるのコメントでって、でその第三者がこの一対一の喧嘩ながら入ってくるのか、カッカさんさ、カッカさんさ、はい、カッカさん、あのリスナーさんが誰も理解してないんだけど、はい、あのカッカさんだけなんだよ、はい、あの理解してないのは、俺の言ってる意味分かってくれてるんだよ、分からないの、はい、分からないんだったら負けだよ、分からないんだったら負け、お前が言っていることは分かっているよ、うん、その分かっている中で、でもお前が言っている中おかしいなと俺は言っているので、おかしいことに対して俺は指摘している、どこがおかしいの、は今相手の話もお前が話を止めたんだぞ、その和道もう一回説明するね、その前にお前が、じゃあ OK、 さい、はい、俺から説明もう一回だけするから、お前が相手の話を出しているんだ、相手に対して終わりを、最後に一個だけ俺から言わせて、その話を理解している、カッカ君、なんだよカッカ君、最後に俺から一回だけ言わせてもらうね、もう一回だけ言わせてもらう、そうやってお前が最後言って、うん、結果的に最後に言うね、勝手に落とすんだろ、気持ち悪いな、こいつ、おー、ごめんね、気持ち悪くて、いや、おかしいだろ、だって。お前が結果的に、無理です。じゃあ、お前が吸って、もう一回、最後だけって言って、最終的にその最後で落とすんだろ。意味がわかんねえんだけど。最後で落とすってどういうこと？え、最後と言って、その最後言ったから落とすんじゃないの？お前さっきそうだったけど、さっきの突撃者と同じこと。俺は、違う、俺は今、もう一回だけ最後に説明をさせてって、説明をするのが最後で、それが、カッカ君が分かるか分からないか判断するから、ね、一回だけ説明させてっていうのが最後に。逆にお前が分かってる？じゃあ、お前が逆に俺が言ったことは分かってるのか、俺は、分かってる分かってる。お前が分かっていないことが、さっきの、対してね、理屈と言われているのが、その説明、その理屈じゃ、カカ君としても、カカ君、俺にも意見言わせて、お前がおかしなことを言ったから、うんうん、じゃあカッカ君が何を言ったか俺理解してるかチェックしてね、さっきの突者さんが真実に対しての指摘をしてきたときに俺が反論をしたけれども、さっきの突者さんっていうのはそれを言ってなかったじゃないか、つまり和道の都合のいいように切ったじゃないかっていうところが、相手が真実を言えてないっていうことを指摘したんだよね、それで合ってる？待って待って、だから違う、お前が、ね、うん、真実を言うという発言をしたね、でもそれが本当に真実になるの？さっきの話だよね、ちょっと待って、カッカ君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 ね、なんだカッカ君、カッカ君、頭の回転が早すぎるの、カッカ君って、うん、カッカ君の頭の回転早いの俺わかるから、3倍速4倍速ぐらいで考えてるんだけど、ここ配信だから、だからもう少しペースを落としてゆっくり時系列を把握していかないと、どこで議論してるのかがリスナーさんがわからないのよ、その時系列がだから時系列を今整えるんだけれども、整えて、ね、だから早いから整えられたんじゃないの、バカなのかな、早いから整えられたんだけど、カッカ君一人で自分しか分かってないの、俺も分かってないし、リスナーさんも分かってなかったら意味がないのね、俺は分かってるかもしれないけど、しかも俺がそんな話じゃなかった、俺が言っているのってまず何の話かというとね、お前に対して強突しました、うんうん、お前が真実だという話をね、持ちかけたが、それお前が真実だ、私が真実なんだと言ったら本当にそれが真実になるかという話を持ちかけているんだ、最初にその話を持ちかけたのに今の次の方どうぞ。お
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。